どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇のニーナ哲郎でございます。ニーナなーに始まりました。吉本新喜劇ニーナチャンネルでございます。よろしくお願いします。さあ今日はですね、皆さん生配信とかでやってる僕のお家でございます。なんと今回のゲストの方、僕のお家に来ていただけます。よっしゃそれもね、理由がございまして、後ほど理由、お話しさせていただきたいと思いますので、早速ゲストの方の登場でございます。どうぞ。さあということで今日のゲストはこの方です。どうぞ。西川わーかにしどうもこんにちは、吉本新喜劇の西川忠です。はい、ニーナ君のニーナ、はい、なーにを西川バージョンでやってみました。ありがとうございます。でも西川だと、はい、反対が分かるのは、はい、若死に若死にみたいなんですよね。だからちょっとこれあんまりね、ニーナなーにはすごくなんかいいですよね。いいですね、わかりやすいですね。ダレさん、いいんですよ、そんな話は。え、そんな話はいいの？じゃあ僕、帰りますよ。いや、帰ったらダメです。せっかく来ていただいたんですから。なかなか来ないんですから、もう先輩方が僕の家に来る。そうですよ、皆様、はい、こちらどこか分かりますか？分かってますよ、見てる方は、みんな。え、ニーナハウスですよ。いや、鉄ローズハウスです。ありがとうございます。いや、よくお呼びいただいて。いや、とんでもないです、とんでもないです。もう、ダレさんがね、皆さん、今回はですね、NHK さんでちょっとお仕事があったので、その帰りに、はい、もう近いんですよ、実は。そのこと言っていいの？ファンがもう押し寄せるよ。押し寄せる。ニーナハウスにまで。NHK の近くでもいろんなとこありますから。まあ確かに。はい。ね、だから、はい、わざわざ、はい、なんか、難波の方に出るよりも、はい、NHK からの僕の家の方が近いですから、はい、よかったら僕の家で、はい、撮らせてくださいって、気を使ってくる、この優しさ。優しい。ありがとう。いや、とんでもないです。僕本当に思ったよ。ありがとうございます、こちらこそ。はい。僕はこうやって喋ってたらいいの？喋、る時もこうやりながら喋ったらいいの？全然いいですよ。この画面見ながら、画面の僕を見ながら喋ってもいいですよ、全然。あ、そう、あ、こういうふうにね。あ、はい、こういうふうにね。これあ、そうか、クロスしてます。いや、だってだからニーナ君は僕を見る、僕はニーナ君を見ると、はい、そういうことです。クロスでしょそうじゃない。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、ほんまに。いや、しかし、はい、僕まず、はい、何ですか、このニーナハウスに入らせていただいて、はい、そして撮りますという時になった時に、はい、ニーナ君がこの胸の、はい、胸じゃない、はい、腰のベルト、はい、ベルト、はい、YouTube のマークのベルト、年季入ったね入ったでしょ。いや、毎日毎日頑張ってる証拠だと思う。いや、もうほんまにここら辺剥げてきて、もうここももうね、三角もちょっと形変わってきたので、もうなかなか。三角形変わった？三角は三角のままと思うけど。いや、よく見たらね、ちょっとはげてるじゃないですか、へこんだり穴ちょっと開いたりとかあるじゃないですか。少しちょっと先が欠けてたりね。そうです、そうです、そうです。そういう意味 で、ね、意味でちょっと言わさせていただきました、すいません、はい、いや、だってもう真新しい真っ赤なベルトが、はいはい、もう本当に縁が、はい、もう本当にはげてはげてはげてますからね、ここら辺縁がもうほんまにね、すれて、うん、そうなんですよ、年季入りました、もう。それがもう、はい、ファンの皆さん証ですよね、毎日頑張ってるねありがとうございます。もう田辺さん、もう11月入ったじゃないですか、はい、今月の中旬で僕、はい、1年なんですよ、ちょうど。だから YouTube 初めて、はい、だから300、もう中旬11月17日で365本出すことになるんですよ、はい、おー、ブラボー、皆様ご一緒にありがとうございます。ブラボー。ブラボー。ああ、そう、はい。そうなんですよ。いやー、それはおめでとうございます。休みなく。一日も休まず。そうです。これは素晴らしいことですよね。まあ、生配信も入れてですけども。はい。はい、そうなんですよ。いやー、なかなか一年。いやー。コツコツ頑張るって大変なことですよ。いや、そうです。一年、なんとか続けて。いや、で、それで、田辺さん、やっと、ステイホームでね、緊急事態宣言の時に動画送ってくださって、うん、そうです、そうです、一回出てくださったんですけども、一回じゃないよ。え、一回じゃ、うわ、もう僕帰ろうかな。なんでなんですか。待ってください。はい、はい、ご覧いただいている、はい、もう熱狂的なニーナ哲郎ファンの方は、はい、哲郎くん何を言ってるの、はい、はい、3回目よっておっしゃってると思います。3回目ですか、田辺さん。え、3回目だった、田辺さん、すいません。いや、まあまあ、はい、それだけ鍵が薄いということですから、仕方がないですけれどもすいません、すいません。え、だいぶ前、は
はい、いやだいぶ前って言ってももうあの新喜劇の公演もスタートしてからのことですので、はい、ある時の、はい、あれはどこだったかな、とにかく大阪市内の営業の時に、はい、あ、そうです。1回目と2回目の間のお弁当の時間に鏡前で、はいはいはい、営業の間のお弁当を紹介しますっていうの日もあったよね。いましたいました。営業の1日みたいなこと、家を出てから帰ってくるまで僕見てるでしょ。めっちゃ見てますでしょ。やってましたやってました。それで営業先の楽屋で食べてる時に、なんか食べてて僕が鏡越しに、はい、出てました。僕はね映ってない、直接映ってるってないけど鏡前で食べてたから鏡の向こうに反対側にいる僕が映ってたのよ、はい、それで2人で会話してました。しました。しました。鏡越しに田田さんがいてはって。だから僕は、はい、ニーナチャンネル3回目の登場なんです。いや、すいません。それ2回目やと思ってくれてはったんですね。当たり前じゃないですか。すいません、田田さん。そんなもん、いや、僕申し訳ないと思ってて、もう記憶から消してました。あれはもう、田田さん出てると思ってなかったので。いや、僕はもう、はい、少しでもニーナチャンネルに出れたと思ってた。いやすいません、もうそれ失礼いたしました。いや、どうもございません。申し訳ございません。そんな、申し訳ございません。やめてください。やめてください。いや、大先輩を僕、自分の家で土下座させるなんて。いやいやいや申し訳ございません、本当に。いや、でも、がっつり、もうこうやって一緒にお話しさせていただくのは、もう今回は初。あ、一緒にね、はい、もうこの目の前に、はい、目の前で、まあ、ソーシャルディスタンスは取りつつも、ね、このようにお話をさせていただきます。本当ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。いや、あんまり話できてないんですよ本来。違いますよ、あのね、はい、ニーナ君がね、はい、今回 YouTube ね、はい、ただしさん何をお話ししましょうって僕はね、はい、このお家に入れていただいてから、はいはい、いや別に何か別にタイトルとか、はい、何を話すとか決めなくても、はい、普段の僕たちの日常会話を皆さんにお伝えできれば素晴らしい。いやいや、それも一つなんじゃないって僕はすいません、ね、言ったんですけど、はいはい、それでまただから次回も違う話できるので、これはもうたわいもない話っていうのでテーマで、はい、いやだからたわいもない話はもう、はい、今十分楽しんでいただいたと思うので、はい、今回はこれで。いや早すぎるでしょ。早すぎるでしょ。ちょっと皆さんちょっと待って、早い早いですよ。あんまり長すぎ、10分も喋ってませんから。10分も喋ってないですから。いやほぼ9分14秒、もうちゃんと言わんで、約10分、9分14分ちゃんと言わんでいいんですか。違いますか。カットしたらどうするんですか、どっかで。カッ、今カットするようなところあったありましたか皆さん。もう早く、あ、もう早送りもできんできん、ずっとこの話を聞いていたいって思ったんじゃないですかね。ありがとうございます。ほんまにすいません。ちょっと僕めちゃくちゃ汗かいてます。ただしさんがね、汗かいてるの。はい、この家ちょっと空気が、はい、そういうことじゃないんですか。いやいや大丈夫です。いや、ただしさんがね、はい、お土産買ってきていただきまして、ホットのカフェラテですか。あれはカフェラテです。カフェラテホットで熱いの飲んだので、ちょっともう今汗が止まらない状態になってますね。あ、聞いてください、はい、僕もね、仕事終わりで今ここに来た時に、はい、そうです。まあ僕も飲みたかったのでコーヒーを、はいはい、だから近くのコーヒーショップで、はい、テイクアウトで、はい、ありがとうございます。ラテをホットのラテを2つ持ってきたんですけど、はい、これちょっと買ってきたって、はい、ありがとうございますって言って、はい、僕がこう出した時に、はい、え、ホットですか。いや文句みたいになりますから。ちょっと待って、アイスが良かったのかな。いや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 、ホットでいいですよ。先輩としてはやっぱりね、はいはい、後輩のね、はい、好みを分かってないとダメなんです。すみません、申し訳ございません。こちらこそ本当に申し訳ございません。本当に汗かかかして、はい、いやいやいや、もう楽しいです。え、ほんまに、はい、久しぶりにこうやって田辺さんとお話できてほんま楽しいです。しかも僕の家に来てくださるなんて、もうほんまにマジで嬉しいです。僕はニーナ君は今、はい、本心です。ほんまに本心で言ってます。もうね、目の奥から本心で言ってるのが僕伝わります。伝わりました。伝わった。いや、ほんまに嬉しいです、マジで。ありがとう。こんなんもう先、まあ、見てる方はどう思うかもしれないですけど、ね、先輩をお家に呼ぶなんてなかなか、いや失礼というか、はい、いや逆に後輩に声をかけてもらえるっていうのは先輩としたら嬉しいことだよ。そうですよね、ほんまに。いや自分も、はい、そうなんですよ、僕もでしょ、先輩、はい、後輩もいるわけじゃない。後輩もいてます、たくさん、うん、呼ばれたのもめっちゃ嬉しいです。でしょ、はい、同じことじゃん。いや、よかった、ありがとうございます。だからよくなんか聞くのが、はい、自分が行動するときは、はい、相手がどう、はい、こういうことをしたら
どう思うか、はい、自分に置き換えて考えたら一番分かりやすい、はい、そうですよね。聞くから、はい、ニーナ君が後輩に呼ばれて嬉しいということは、はい、僕も後輩から呼ばれたら嬉しいと。ありがとうございます。ありがとうございます。終わる感じやないです全然中身ない話なんですよ、え？全然中身がない話なんですよ。いや、楽しいお話ですよ、楽しいお話。ありまくり、皆さんこれね、ノートにね、はい、書き留めたい言葉が今ね、いっぱいあったと思います。はい。で、タイさん、これだけ最後聞かせてくださいよ。これだけ最後、もう終わんの？いや、もう終わりかけてましたよ、もう。最後っていうから終わりかけてましたよ、タイさん。とんでもございません。いや、タイさん、もう新劇入って何年なんですか？新劇の相手ですか、はい、入団をさせていただいて、はい、11年あ11年ですか、もうはい、この11月で、はい、丸11年ですね。だからすごい、はい、11年ですから、ね、12年目に入ります。うわー、はい、まあ本当は、はい入団をさせていただいて、はい、10周年の、ありました。まあ、単独公演を、はい、ナンバーグランド花月で3月の15日に今年やらせていただくはず、ね、だったんですが、まあ、それはコロナで、はい、延期という形になりまして、はい、今はまだもちろんやらせていただく予定ではいるんですけど、まだ日にちは決まってないんですが、はい、だからそのまま、まあ、11月まで来てしまいましたので、はい、11年、丸11年、12年目に入り、ああもう12年ですか、になりますね。うわー早いですね、あっちゅう間ですね、本当にあっちゅう間だね。どうでした、タイさん、新劇どうでしたっていう質問もおかしいですけど、どうですか新劇。いや、まあ11年入った、はい、いや勉強になることばかりです。いや、それは僕だけだし、はい、もうみんなそうだと思うけれども、はい、でも大変じゃないですか、お芝居ずっとやられてて新劇入って、うん、2、3回ぐらいしか通しせんと、次の日も本番っていうのを最初入った時、うん、えっと思いませんでした。あ、稽古のね、稽古は2、3回しか前日やらずすぐ本番っていう、次の日、それはそうだね、はい、だからそれはもう本当に前日にお稽古をして、次の日本番の時は初めて袖から舞台に出る瞬間は、はい、もうね、手足震えるどころかね、はい、もうそれ通り越して、もうなんかもう冷たーなって、そうですよね、みんななるよね。なります、なります。まあ、今でもなるけど今でもなりますね。うん、でだから、まあこういう言い方したらおかしいけど、もうなんか全部もう、はい、戻しそうって言ったらおかしいけど、もう全部うーってなるぐらい、なりますよね、はい。本当に緊張したことは覚えてます、はい、でもこうやって10年以上をいさせていただくと、やっぱりそこで分かることは、それはまあ当たり前のことで、はい、10年経ってもそう思うんだから、はい、ただやはり新喜劇のチームワークがあるからこそ、そうですね、前日のお稽古でもこのようにしてお客様にお見せできるレベルのものを作り上げて幕が開くんだなっていうのは、本当に毎回毎回出させていただく中で感じることやね。だって他のね、いわゆる初めまして初めましての人たちの集まりで、はい、次の日なんて到底無理じゃない。絶対無理ですね、はい、ちゃんとね、はい、舞台上だけじゃなくても日々、うん、プライベートでも、はい、楽屋でもいろんな会話をしたり、いろんなコミュニケーションを芝居以外でも取ってて、はい、人間性も分かったりで、舞台でもあ、こうしたらこういう風に、で、まあ、とか呼吸とかあるじゃない、はい、そうですね、そこで培ってきた吉本新喜劇やからできること、はい、いや、ほんまにまだ10年の僕が言えることじゃないんだけど、いやでもあ、そういうことなんだなっていうのは、はい、すごく感じ思う、はい、年の重ね方ですね、はい、いやあ、はい鬼滅の刃がある。なんで急にいじるんですか。いや、でもここになんで鬼滅の刃があるの。いや、これのファンの方が、うん、誕生日プレゼントでコミック、うん、全部買っていただいて、送っていただいて、うん、ニーナさんどうぞっていうので、そうなんですよ。で、こうやってちゃんと、はい、飾って、はい、で、ここでやっぱりいつも生配信毎週土曜日やってるので、うん、それで、まあ、いつもだから、ダメさん、右側もこれも全部ファンの方にいただいたやつなんですよ。え、全てです。はい、この何か盾みたいなの、盾みたいなのも、トロフィーシャツ1万人いった時に
コングラチュレーション。そうなんですよ。サーティ？はい。どうぞ。うわ、1万フォロワーズ。そうなんですよ。1万いった時に、はい、ファンの方がこれを作っていただいて送っていただきまして、ありがたいね。めちゃくちゃありがたいです。これはもう、嬉しいです。この YouTube で、はい、もう皆さんにお見せしたことあるの？あ、はい。生配信だけで見せたことあります。なんや。とんでもございません。すいません。素晴らしい。いやでも。動画では多分初です、これちゃんと見せるの。本当にお見せするの、はい。はい。はい。ニーナ君はね。はい。いきますよ。はい、ごめん。ニーナ。全然映ってない。全然映らないの。全然映ってないやつ。どこで出てくるの？いや、アップすぎるんですよ、タイヤさん。アップすぎるの？アップすぎるんです。あ、ここら辺。あ、もう一回行きます、せーの。はい、言ってニーナって言って、せーの。ニーナ、なーに。あはははは、絶対面白いね。次、横バージョン、いきます。いきます。せーの。にーな、なーに。なーなんですか、これ。もう一回。にーな、なーに。あ、最後いこう。にーな、なーに。何やもん。何が最後までいっちゃいました。最後こっちいっちゃいました。そんなんですか、大さん。そうなんですよ、作っていただきまして。素晴らしい。はい、ありがとうございます。いや、だからもうぜひ、来てください、また家。本当に？はい、ぜひ、いいですか？ありがとう。はい、お願いします。また家でなんかいろんな企画やってますんで、はい。なんかまあちょっとコロナが落ち着いた時でもいいので、うん、もっと、僕らよりももう3人、4人ぐらいで、はい、なんかやるような企画ぜひあったら、来てくださいよ。たくさんお願いします。まあ。はい。考えときます考えるのか考えるのかよありがとうございます後輩から言っていただくことは嬉しいことですありがとうございますぜひまたよろしくお願いします、はい、本当に大さんありがとうございましたありがとうございました皆さんも最後まで見ていただいて本当にありがとうございましたありがとうございました今夜のゲストはスペシャルゲストでございました西川大さんでございましたありがとうございましたまた明日さよならチャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたしますみんな哲郎でございました